横川駅の北口にあった時代の長崎病院長崎病院は広島県広島市西区にある民営の病院。正式名称は医療法人工生堂長崎病院である。地元では救命の長崎工生堂と呼ぶ人も多い。1945年8月6日の原爆投下時に隣接する国鉄横川駅の影になったため、奇跡的に軽微な損害で済み、 負傷者救護の拠点として機能したことで知られる。そのことにより、当時の院長は、火けどの名医として、全国的に知られるようになった。前日の通り、火けどの名医として知られる病院だが、実は、原爆投下以前は消化許可専門病院だった。原爆により重度の火けど患者が大量に発生したため、当時の院長は必要に迫られて、 火けどの治療法を習得したが、後にはその名声を頼って、長崎からも被爆者が来院するほどになった。ただし、東病院の公式ホームページによると、東病院は原爆投下よりも、以前、1911年から火けどの治療を専門に行っていたとされている。その理由は、東病院の周辺にはもともと針工場や、鋳物工場が多く、針工場や、 芋の工場では熱した鉄を扱う作業から火傷の患者が多かったためであるという。いずれにせよ、この病院が原爆投下時に多数の被爆者の治療を行ったことは確かで、被爆以外でも現在に至るまで多くの重度の火傷患者を救済している。1877年の開業以来130年以上に渡って横川駅の北側に位置していたが、2014年から 同駅の南側に移転している。2000年に神戸市で発生したテレクラ法過殺人事件において、自らも火傷を負った犯人の一人が治療のためにこの病院を訪れたところを逮捕された。この時、兵庫県警から犯人の一人が火傷を負ったまま、山陽方面へ逃走中との連絡を受けた、広島県警は真っ先にこの病院に捜査員を張り込ませた。ありがとうございます。